エクアドルの歴史では、エクアドルの歴史について述べる。エクアドルにおける人間の活動は、エルインガやチョブシ洞穴の発掘により、およそ紀元前1万年頃には始まっていたと確認されている。紀元前6000年から、トウモロコシ、氷炭の栽培が始まり、紀元前4000年頃から土器の製作が開始される。それ以後の時期区分は、 紀元前4000年頃から同300年頃までを、形成期、紀元前300年頃から紀元700年頃までを、地方発展期、紀元700年頃以降から、スペインの征服によって、植民地時代になる16世紀前半までを、統合期と区分している。チョレーラの土偶。バルディビアに比べて大型で豊満である。頭のかぶり物は小さくややイレギュラーなタイプハーマコ小分け。 の土偶バイヤ文化の土偶。特徴的なイボ状の頭飾りをつけていて、神官の座像と考えられている。エクアドルの南海岸、ガヤス地方に起こった、バルディビア文化は、おおむね10センチメートル弱で樹腐のように平たくて、のっぺりとした女性の土偶と T の字型、三角形、様式化された、人面装飾、鵜状内紙ヘディンボーンのような文様をはじめとする。 幾何学的な国線文、調布文、爪型文など様々な文様を刻んだ土器で知られる。そういった文様と丸底の鉢が多いという特徴は土器が氷炭容器を模して作られたことを示している。河原家の文様のうち一部のものが九州の縄文時代前期から中期の初頭の土器、例えば祖畑式などと告示していることで知られる。 バルディビア遺跡を調査したエヴァンス夫妻やベティメガースが60年代に唱えた太平洋横断電波接触説古田武彦和人南米交流説などがある実際に電波があったかどうかについては形式的な比較で全てが同じではあるとは言えないことと危険や電波経路などから考えて不可能であるとする反対意見も存在するがこの仮説は 中日エクアドル大使がエクアドルの土器と日本の土器の類似性に触れるなどの影響を与えており土器の相対変霊を重視するエヴァンス夫妻の研究は大抜きオラ日本人研究者がエクアドルの歴史を研究するきっかけの一つとなった。また、意向としてはかやぶき様の住居跡や祭祀を行ったと思われる公共的な建造物が作られた。現在確認されている 最大級の集落遺跡としては、三大レの半島南部の海岸から2キロメートル内陸に位置するレアルアルトが挙げられる。レアルアルトは、紀元前2800年から同2600年頃に、著しく発展を遂げ、その規模は3 0 0ルから4 0 0ル四方にまで達した。集落は、最小と考えられる建物2棟がある。 長方形の広場を囲むように住居が配置されていた。制御としては、一般的に魚骨や多量の貝殻、カニの殻のほ他、鹿骨なども確認されるほか、トウモロコシ、氷炭に加えて、立ちタマ豆、カンナなどの栽培が行われていたことが、植物依存体やプラントオパール分析で判明している。またソーシン具の中にはペルーでも用いられていた。 貴重品であるスポンディルスカイで作られた首飾りや面などが見られ、かなり遠方との交易が行われていたことも示していた。バルディビア文化に続いて、海岸地方ではマチャリーラ文化が紀元前1500年頃から同1200年頃に起こる。マチャリーラ文化の時期にアブミ型中高土器が出現し、ペルーのチャビン文化に影響を与えたのか、 それともマチャリーラが起源なのか研究者の間で議論になっている。また、マチャリーラ文化の時期に初めて40センチメートルに達する大型で中空の土偶が出現した。いずれにしても、クピスニケスタイルの太い中高を持ち、茶瓶的な文様が刻まれた土器がエクアドルからも出土している。引き続く、海岸地方の形成気候期は、チョレイラ文化の時代になる。チョレイラ文化は、 マチャリーリア文化の伝統を引き継ぎ大型の中空土偶を発達させる。チョレイラ文化の土偶は全面が型を取って作られ、背面が手作ねで作られた。バルディビアの場合と異なり、関係品で発見される。目立つのは赤色スリップで彩色され黒線で文様が付けられ、大きなかぶり物を付けて目を閉じて気を付けの姿勢をした直立の女性像である。 墳墓の副葬品や祭祀に用いるために大切に安置されたものではないかと推察される。一方で高知では、バルディビア平行の前期な利用文化、チョレーラ平行の後期な利用文化の他に、首都基図がある、基図台地に、紀元前1500年から同500年頃に位置づけられる、コトコラオ文化の集落が確認されている。住居跡は、方形の掘りくぼめられて、柱穴を伴い、 一辺が4から5メートル、他辺が6から8メートルの長方形である。石材などを用いているわけではないので建物自体が残っているわけではない。あぶみ型中高動器、石製の鉢、薄、耳飾り、斧のほか骨格器が確認されている。地方発展機には、改装社会や採取センターなどが成立した。 中部海岸でネガティブ技法の土器と人間や動物をかたどった素朴であるが彩色の施されたもしくは彩色のない頭にイボ状の頭飾りをつけた土偶で知られるバイヤ文化中空で写実的なかたどりの土偶を作った浜小分け文化が知られる。浜小分けの土偶は鮮やかな彩色が施され農具、笛、服、頭飾り 農作物などの装飾が別々に作られ、あたかも着せ替え人形のように取り付け取り外しが可能になっている。新官や戦士を思わせる土偶が見られる。浜小明家の大祭祀センターは、やや内陸の三位石泥に、マウンド群が確認されている。国土の北端部の海岸には、ラトリータ文化で、型を使って人物や牙を生やした怪人など超自然的存在を、 表現した土偶が作られた。ラトリータの大センターもラトリータ島に40基ものマウンド群が確認されている。また、ラトリータは黄金、トゥンバガやプラチナを用いた仮面やソーシングの金属加工に優れ、コロンビア南端のトゥマコ様式との関連が推察される。一方、高知ではネガティブ技法で幾何学文を施した。 細長い亀や蜂で知られるトゥンカワン文化が栄えた。紀元700年から16世紀半ばまでは、統合期と呼ばれ、シエラでパンサリオ文化、海岸地帯で黒色に磨かれて頭に皿をつけた男性立像や石の座席と呼ばれるうずくまった人物や猫か動物が有事状の台を背負ったような石彫りで知られるマンテニョ文化が栄えた。石の座席は、 元々祭祀に用いられた建物の内壁に沿って並べられていたことがマンテーニョ文化に属するアグアブランカ遺跡の調査で判明した。東方期の社会についてはサランゴと呼ばれる強力な主張をいただいた主張性社会が成立していたことがスペイン人の残した記録から明らかになっている。キトの皇帝、アタワルパ、インガピルカの遺跡。このようにして、 現在のエクアドルに成立した諸文化は最終的に15世紀後半にタワンティンスユの皇帝トゥパク・インカ・ユパンキによって征服された。後に、インカ帝国は、北はエクアドルとコロンビアとの国境、南はチリ北部に至る南北4 0 0 0トルを支配するまでの大帝国になった。インカ皇帝、ワイナカ・パックには二人の息子がおり、 キト北方出身のオタバロ族の母親を持つアタワルパにキトを支配させ、もう一人の息子、ワスカルにシュトクスコを支配させることを提案した。しかし、16世紀初め頃からパナマ地教を通じてヨーロッパからもたらされた薬病によりワイナカパックがなくなると定型症をめぐって内乱が起こった。キトのサンフランシスコ教会。1526年に スペイン人の植民地が建設されていたパナマから征服者を指揮するフランシスコ・ピサロが内戦によって引き裂かれたインカ帝国の現役アドル海岸部に上陸した。ピサロは一旦スペインに帰国した後、1531年に再びインカ帝国に上陸し、インカ帝国に征服された諸部族、特にトメバンバの協力を利用して情勢を有利に導き、 1532年11月に、カハマルカの戦いにて、皇帝アタワルパを捕らえ、身の代金が支払われた後の、翌1533年7月26日に、アタワルパを処刑した。現在のエクアドルに相当する地域では、カニアーリ人と結んだ、スペイン人のセバスティアンデ・ベナルカサールが、現地の武将、ルミニャウイオーダ通して、征服を完了し、 1534年8月28日にサンフランシスコでキートを建設した。征服後、現在のエクアドルに相当する地域はペルー副王領の一部に編入され、スペイン人による植民地支配が始まった。キトはペルー副王領の統治下に置かれ、副王領の首都はペルーのリマに置かれた。1563年にはキトにアウディエンシアが設置された。 ペルー複応領の行政組織は、第五代複応フランシスコ・デトレドによって整備された。征服以降インディオと呼ばれるようになった、先住民は、レドクシオンに強制収集中させられ、また見たせいのような先住民強制労働制度の整備に従って、アルトペルーのポトシ鉱山に手酷使させられ、重労働と薬病により、先住民人口は激減した。植民地時代が下ると、 メスティーソが増加し、またアフリカから黒人奴隷も連行され、植民地時代中にスペイン人を頂点とするピラミッド型の人種主義社会が築き上げられた。およそ300年のスペインの植民地支配の間に土着の人々はスペインの国境だったキリスト教、カトリック教会に改修した。1717 17年にサンタフェデボゴタを中心にしたルエバグラナダ複応領が、 成立すると、1718年に、キトのアウディエンシアは廃止されたが、1722年にアウディエンシアは復活し、再び、ペルー副王領に組み入れられた。18世紀後半頃から徐々に、クリオリ領と、本国から派遣されてくるペニンスラールの利害の、対立が、大陸的な規模で深まることになり、ペルーのトゥパクアマルー二世の反乱や、アルトペルーのトゥパクカタリの反乱、 ヌエバグラナダのコムネイロスの反乱などにつながることになったが、現在のエクアドルに相当する地域では、クリオリョジチ運動は大きく発展しないまま19世紀を迎えた。アメリカ大陸の解放者、シモン・ボリーバル。ボリーバルの最も優秀な部下だった、アントニオ・ホセデスクレゲンスイ。ナポレオン戦争の最中の1808年に、本国スペインにて、 フランス帝国軍の圧力のもとでフェルナンド7世が退位させられ、フランス皇帝ナポレオン1世の兄、ジョゼフがスペインを補正1世に据えられると、インディアス植民地は起用への忠誠を拒否し、各地でフェルナンド7世を擁護することを名目に、各地でクリオリョたちによって自治運動が進められた。 現在のエクアドルに相当する地域でも1809年8月10日に、基都でクリオーリを主体とした革命評議会により、イスパのアメリカ発の独立宣言がなされた。この運動は、ペルー副王、フェルナンド・アバスカルが派遣した王党派軍によって鎮圧されたが、1820年に、地リからアルゼンチン人のホセデ・サンマルティン率いる解放軍が、 ペルーに上陸すると、もはや複合政府の権威喪失は明らかとなり、1820年10月19日にはグアヤキルが、11月3日にはクエンカが独立を宣言した。複合軍は独立運動の再鎮圧を図ったが、そこに1821年のカラボボの戦いでの勝利により、ベネズエラを最終的に解放したコロンビア共和国の シモン・ボリーバル率いる解放軍が難化し、1822年5月24日に、アントニオ・ホセ・デスクレ将軍がピチンチャの戦いで、副王軍に決定的な勝利を収め、キト・グアヤ・キル・クエンカは最終的に解放された。ボリーバルとサン・マルティンの会談、お及び南アメリカ独立の記念碑。ボリーバルは、グアヤ・キルをコロンビアに併合しようとしていたが、かつて、 ペルー副王領だった地域をコロンビアに並行することは両国の国民に複雑な影響を与え、ボリーバルーはペルー五国境のサンマルティンとグアヤキルで会談することになった。この会談でグアヤキルの貴族問題とペルー解放戦争の行方についての話し合いが行われたと推測されており、以降サンマルティンはペルーの五国境を辞任し、解放戦争の主導権はボリーバルに受け継がれた。 サンマルティンがペルーを去ると、1822年に、キト、グアヤキル、クエンカは、南部地区という名称にまとめられて、コロンビアに並行され、現在のベネズエラ、コロンビア、エクアドル、パナマを一国にまとめたグランコロンビアが、最大半島を達成した。アルトペルーの解放を終え、ボリビアが独立し、南アメリカから、スペインの植民地がべて消え去ると1827年に、 ボリーバルは、ボゴタに帰還し、諸教和国を一つにまとめることを試みたが、間もなく1828年に、副大統領フランシスコ・デ・パウラ・サンタンデルが、ボリーバルの暗殺を試み、また、ボゴタの中央集権を嫌う、諸地方の対立、有力、カウディ・ジョ間の対立、解放戦争による経済の衰退、 強権と自由主義との対立など様々な要因がグランコロンビアを支配した。1830年1月13日にベネスエラの支配者、ホセアントニオ・パエスが完全独立を宣言すると、4月7日、ボリーバルはコロンビア終身大統領を辞任し、ヨーロッパに最後の旅に出ることになった。ボリーバル派が多数を占めていた南部地区は1830年5月13日に、 完全独立を宣言し、初代大統領にスクレ陸軍総監が指名されたが、6月4日にスクレは基礎に赴く途中に何者かにより暗殺され、8月10日に南部地区は国名をめぐる諸地域の妥協の結果、フワンホセフローレス大統領の下でエクアドル共和国として独立を宣言した。1830年12月17日、マグダレーナ川を下る中、 ヨーロッパ行きを取りやめた解放者、シモン・ボリーバルは、サント・マルタ付近で失意のうちに病死した。1831年に、ラファエル・ウルダネータ政権が崩壊すると、最後に残っていたヌエバ・グラナダ共和国がコロンビアから独立し、コロンビア共和国は消滅した。超保守政治家、ガブリエル・ガルシア・モレノ、カトリック教会の威信を重視する当時の保守派の観点から、 1873年にエクアドルをイエスの精神に捧げた。独立後、フローレス政権はシエラの木との加藤支配層を支持基盤に先制政治を敷いたが、ペルー、ヌエバグラナダとの紛争や国内での内戦が相次いだ。独立時のエクアドルは現在のエクアドルの約4倍ほどの面積だったが、対外戦争により広大な領土が徐々に 近隣諸国に併合されることになった。1832年には、ヌエバグラナダ共和国との戦争に敗北し、カルチ・カワキタブを割用している。独立後もフローレスの独裁は続いたが、1845年3月に3月革命が勃発し、グアヤ・キル出身のビセンテラモンドカが政権に就いた。しかし、反フローレス派の寄せ集めという感が拭えなかった。 この革命はすぐに路線に迷い、以降フローレス派と反フローレス派の抗争が続いた。1859年のペルーとの戦争が勃発し、ラモンカスティージャ将軍の指揮するペルー陸軍がエクアドル南部を進撃し、ペルー海軍によりグアヤキル港が封鎖された。ギジェルモ・フランコ大統領はペルーにアマゾン地域の割情を申し出るが、これにガブリエル・ガルシア・モレノが反発し、 1860年にフランコは失脚した。同年、シエラ出身の保守主義者のガブリエル・ガルシア・モレノがカトリック教会の支援の下ハンペルを旗印にエクアドルを統一した。モレノが1861年に大統領に就任するとエクアドル自由党はグラナダ連合に逃亡し、モスケーラ大統領の支援を受けてモレノに反撃すると モレノは1862年に自由党を支援するグラナダ連合に宣戦布告し、ヌエバ・グラナダに侵攻したが、大敗を起死した。1862年にモレノ政権はバチュカンとコンコルダートを結んでカトリックをエクアドルの国境に定め、モレノが制定した1869年憲法ではカトリック教会の公教育に対する特権が認められた。 また、1864年にコロンビアが州国の支援を受けて侵攻してきた元大統領のウルビーノを破った。モレノの親カトリック的な傾向はさらに進み、1873年の議会でエクアドル共和国はイエスの精神に捧げられることになった。このように政治と教会の距離はモレノによって縮められたが、他方でモレノ時代には軍隊や鉄道、 大学が整備され、多くの科学者や技術者がヨーロッパから招聘された。また、モレノは自由主義者が主張していたインディオの共有地を解体して、私有地化し、インディオから土地を奪うことを拒否している。一方で、この時期にコスタでのプランテーション作物が主要産業になると、徐々にコスタの資本家が力をつけ、1867年にはグアヤキルニ、 エクアドル銀行が設立されている。こうして、モレノを代表とする、キトシエラの大土地所有者と、グアヤ・キルコスタの財閥の対立が進行した。1875年にモレノは再選したが、間もなく暗殺された。自由主義革命の推進者、エロイ・アルファロ。19世紀後半には、カカオを求める世界の需要が高まり、 シエラからコスタまでの商品流通経路が築かれ、同時にエクアドルは世界経済にプランテーション作物を供給するモノカルチャー国家として組み込まれることになった。モレノが暗殺されると地方間のキトとグアヤキルの対立が深まるが、自由党派のイグナシオデ・ベントミージャ将軍が1876年に政権につき独裁政治を行った。しかし、 1883年に保守党が反乱を起こすと、残忍な政治手法により自由党から無支持を失っていたベンテミージャは失脚し、ホセマリーやプラシオ・カーマニョによる暫定政権が誕生する。カーマニョは保守的なカトリック擁護政治を行い、1888年に任期を全うした。同年、アントニオ・フローレス・ヒホンが大統領に就任し、 自由主義者の政治が再開する。1890年には、グアヤ・キルの資本家を支持者に自由党が結成された。1892年に、フローレスに続き、同じく保守派のルイス・コルデロが大統領に就任した。1895年5月に、日清戦争中の日本に対する地理の軍艦、エスメラルダ号売却に際して、国旗売却事件のスキャンダルが発覚すると、 民衆の不満が爆発し、コルデロ政権は崩壊した。この事件で生まれた政治的空白を利用して1895年に、急進派が武装放棄し、革命評議会が結成されて、自由党派のエロいアルファロ将軍が大統領に就任した。モレノの独裁に抵抗して、中央アメリカに亡命し、ローレンナ投と呼ばれていたアルファロは断固として自由主義的な政治を進め、 ここにエクアドルの自由主義革命が始まった。アルファロの時代に様々な物事が世俗化され、1897年、1906年の2度の憲法改正による公教育の世俗化や教会財産の没収などが行われ、1899年には士官学校が創設された。1908年にはアメリカ合衆国の資本で、 キトとグアヤキルを結ぶ鉄道が建設された。1912年にアルファロは暗殺されたが、カカオが核の低迷などの困難な状況の中でも、1925年までグアヤキルの自由主義者イコール金融業者による政治が進むことになったため、この時期を金融化投資配送期と呼ぶこともある。1925年7月、 軍内部の青年将校はクーデターを起こして、グアやキルの自由主義者を政権から排除し、この7月革命によって新たに労働者と中間層を基盤とした軍政が敷かれることになった。革命によって成立した石シドロアヨラ政権は自由貿易から国家主導の工業化を目指し、並行して労働者保護も行っている。しかし、 1929年の世界恐慌により、エクアドルも大きな打撃を受けると、社会不安と混乱が続き、1931年に、アヨラ政権がクーデターで崩壊すると、以降エクアドルの政局は大混乱に陥った。混乱が続いた後、1933年の大統領選挙では、労働者からの圧倒的な支持を受けて80%を超える得票率で、 ホセマリア・ベラス・コイバラが圧勝し、エクアドル氏に初めて姿を現した。ベラス・コイバラは雄弁術が巧みで民衆動員に長け、加藤支配層に敵対する、ポプリスも政治家としての能力はあったが、しかし現実的な経済問題を解決することも、社会改革を行うだけの力量もなく、政権についても行えることは、独裁を強めるだけであった。 ベラスコイバラはこの後5度大統領に就任するが、4年の任期を全うできたのは3度目のみだった。しかし、以降40年間にわたり、エクアドルの現代史にはこのポプリスタが政界に君臨することになる。ベラスコイバラは独裁的な姿勢を取ったため、1935年に軍事クーデターで失脚した。その後政治的な混乱が続いた後、1940年に、 不正選挙でベラスコイバラを破り、グアヤ・キルノ加藤支配層を代表したカルロス・アロヨ・デルリオが大統領に就任するが、アロヨ政権は第二次世界大戦においてドイツ資本の追放など、新米政策をとったことと人気中のインフレの進行などがエクアドル人の民族主義を逆なでした。さらに、アロヨ政権は間もなく大きな国難にぶつかることになる。 1941年に隣国のペルーと国境を接するアマゾン地域の領土問題が紛糾し、同年、両国の緊張はついにエクアドルペルー戦争へと発展した。ペルーは領内におけるエクアドル軍の存在を侵略であると主張し、一方エクアドルはペルーこそが侵略者だと主張した。最終的に1941年7月23日に、 ペルーはエクアドルへの侵攻を開始した。ペルー軍は退去して去るミーヤ川を溶かし、エクアドルのオロケンに進むと、係争地域のすべてにおいてエクアドル軍を破り、エクアドルのオロケンとロハ県の一部分を占領した。ペルーはエクアドルに係争地域の領有権の主張を撤回することを要求し、ペルー海軍はグアヤキル港を封鎖し、エクアドル軍の補給を絶った。 こうして数週間の戦闘の後、アメリカ合衆国とラテンアメリカ諸国による圧力により戦争は終わった。エクアドルとペルーは1942年1月29日に第二次世界大戦における数軸国との戦いを約束するリオデジャネーロ議定書で一致した。エクアドルはこの議定書でアマゾン地域の領有権を放棄し、ペルーはこの議定書により 軽装地域の25万平方キロメートルを獲得した。この敗北により、アロヨ政権は孤立し、また後のエクアドルペルー間の関係も大きく悪化した。その後二度の戦争があり、両国間の緊張は続いたが、最終的に1998年にエクアドルは、ついにこのアマゾンの疾患を正式に認めることになった。百四十四年五月、軍、共産党、 社会党を巻き込んだ広範な民衆放棄により、アロヨ政権が崩壊し、亡命先のコロンビアから帰国したベラスコイバラが大統領に就任し、5月革命が成功した。しかし、第二次イバラ政権下で腐敗政治とインフレが進み、1947年に軍事クーデターでベラスコイバラは失脚し、アルゼンチンに亡命した。 1948年に自由統計のガール・プラサが大統領選挙で勝利した。プラサ政権は地震や軍の反乱などに見舞われたが、この時期に東部アマゾンの油田が合衆国資本のシェル石油によって開発された。また、1949年以降、ユナイテッドフルーツ社をエクアドルに誘致した。1952年にベラスコイバラが大統領選挙で勝利し、 第3次茨政権が誕生した。同時に全政権のユナイテッドフルーツ社誘致により、この年からバナナがエクアドル最大の輸出品目になった。このバナナにより、コスタで新たな富裕層が生まれ、同時に農村部にて、ワシプンゴ星のような反封権的な労働関係から、資本主義的な労働関係への移行が進み、階層文化も進んだ。 このような階層文化から農地改革を求める農民が出現するが、ベラスコイバラはこれを強権的に弾圧した。1956年に、ベラスコイバラは任期を無事に終え、キリスト教社会党から出馬したカミロポンセが、プラサ政権以来の外資導入による農業、油田、工業の開発を進めた。しかし、1959年にバナナブームが終焉すると、 ポンセ政権は不安定化し、1960年にはベラスコイバラが大統領に就任した。第4次、ベラスコイバラ政権は1960年に1942年のリオデジャネイロに定書を無効と宣言し、ペルーのアマゾン領有を認めない姿勢をとって民族主義職を打ち出し、この時からエクアドルはアマゾン国家であることを評榜するようになったが、経済の衰退に、 対処できず翌1961年に失脚した。後を継いだ副大統領カルロス・フリオ・モンロイの時代にキューバ革命の影響を受けてエクアドル青年革命同盟がゲリラ戦を開始し、1962年にはキューバとの断交を決意した。1963年にモンロイはゲリラに脅威を覚えた軍部のクーデターにより、 失脚し、海軍のラモン・カストロ・ヒホン・督が、政権に就いたが、左翼勢力を弾圧する一方で、進歩のための同盟の要請に基づいて行われた、農地改革は、父として進まず、国内がまとまらないまま1966年に、秘本政権は崩壊した。秘本政権崩壊後は、グアヤキルの資本家を、支持層に持った夫をアロセメナが大統領に就任し、 1968年にアロセメナが失脚すると同年代後時ベラスコイバラ政権が誕生した。インフレが進み対外債務も増大する中、1970年にベラスコイバラは独裁宣言を行うが、1972年に大統領選挙を4ヶ月前にして地主、学生の抵抗を受け、軍事クーデターにより失脚し、アルゼンチンに亡命した。 1972年、政権を握った軍部からギジェルム・ロドリゲス・ララ将軍が大統領に就任した。ロドリゲス将軍は当時ペルー革命を推進していたベラスコ将軍に倣って革命的民族主義を掲げ、軍事評議会による民族主義的路線で政権運営をした。また、国際石油資本はエクアドルのアマゾン地域における石油資源に目をつけ、同年8月に アマゾン地域から海岸までのパイプラインを完成させ、エクアドルを南アメリカ第二の石油輸出国へと導いた。このように、エクアドルでは外資による石油の開発が進んでいたが、軍事政権はエクアドル国営石油会社を設立し、主元ナショナリズムを推進して、外国資本に奪われていた石油を取り戻し、石油収入を元手に民族主義政策を進め、 1973年6月には、エクアドルは、石油輸出国機構に加盟した。1974年には、キューバとも、国交を回復し、加藤支配層を切り崩せほどの成果は上げられなかった、ものの、農地改革と税制改革が実行された。しかし、このような民族主義政策は、対米関係の悪化を招き、こうした動きに反対する。 軍内部の保守派による1975年のクーデターは阻止されたが、軍内部の保守派と革新派の分裂はもはや修復できなかった。翌1976年1月に軍部保守派のアルフレド・ポベダ・ブルバーの海軍中将がクーデターを起こすと、ロドリゲス将軍は失脚した。ブルバーの政権は保守化し、軍事政権はもはや民族主義的な政策を行うことはなく、 再び外資導入が進められた。また、ブルバーノは、労働者への弾圧を強め、1977年10月にアストラ製党工場でストが発生した時には、武装警察を出動させて、政府発表で24人を虐殺した。軍事政権は民政移管を約束し、1978年には、新憲法草案が国民投票で可決された。 同年、ペルーとの軍事衝突が発生したものの、1979年には、平和裏に民政移管した。ドルカ政策を行ったファミルマは、レバノン系、ルシオグティエレス。1979年には、新憲法下発の選挙により、キリスト教民主主義の人民結集党のハイメロルドス、アギレーラが大統領に就任した。ルドスは、民主主義、社会正義を訴え、 ニカラグアでの内戦に際し、アナスタシオ、ソモサデバイレ独裁政権と断交して、サンディニスタ民族解放戦線を支持した。しかし1981年5月24日に、ロルドスは飛行機事故で急死し、オスバルド・ウルタード副大統領が大統領に昇格した。1982年までに、ウルタード政権は、慢性の正常不安に加えて、ハイパーインフレ、 財政赤字、国内産業の競争力低下などの経済強行に直面し、緊縮政策を取ることとなった。1984年には、キリスト教社会党からレオン・フェブレス・コルデーロが大統領に就任した。この政権は、新米路線を取ったが、1987年大地震が発生。石油パイプラインが破壊されるなど激甚な被害を受け、 海外債無利子支払い停止の緊急措置を発動した。1988年に民主再翼党から就任したロドリゴ・ボルハ大統領は財政赤字の削減、インフレ抑制に尽力するが国民の不満によって退陣した。1991年埋蔵石油をめぐり、ペリューと国境紛争が起きていたが、この年、両国は非武装地域の設置で合意した。 1992年には、共和連合党から、シスト・ドゥラン・バージェンが大統領に就任した。保守派のドゥラン政権は、新自由主義政策を進め、石油輸出国機構からも脱退した。さらに、ドゥラン政権は1995年に、ペリューのアルベルト・フヒモリ政権と再び、アマゾンの領有主張地域をめぐって衝突したが、このセネパ紛争で敗北した。 1996年にエクアドル・ロルドス島からレバノン系のアブダラ・ブカラムが大統領に就任した。ブカラムは当初はポプリスモを公約に掲げて就任したが、就任後は一転して直ちに新自由主義政策を取った。気候と腐敗政治がなされ、民衆放棄と国会の罷免や軍の運動により、ブカラムは1997年2月に失脚し、パナマに亡命した。 1998年に人民民主党から就任したレバノン系のハミルマワ大統領は同年10月26日に結ばれたブラジリア議定書によりアマゾン地域の放棄を正式に認め国民もこの措置を受け入れた以降ペルーとの友好関係が不本意ながらも再開することになったしかしハイパーインフレは年々悪化し続け 2000年には2万5000スクレが1ベイドルに値するほどエクアドルの通貨価値は低下していた。2000年1月9日に、マワ大統領は進行中の経済強行を防ぐために、エクアドルの公式の通貨としてベイドルを採用する意思を発表した。2000年9月10日に、エクアドルの通貨にベイドルを正式採用し、それまで流通していたスクレは使用されなくなった。 しかし、民衆の不満は募り、旧国評議会の放棄により、マワが失脚すると、アルバロ・ノボアが暫定大統領に就任した。ラファエル・コレア。2003年に軍と先住民組織の支持により、ルシオ・グディエレスが大統領に就任するが、情勢不安定と経済不況が続き、2004年12月の特別国会で最高裁判事の大部分を更迭した。 しかし、この措置に対する批判が高まり、全国規模でデモが展開され、2005年4月に国会はグティエレス大統領を罷免した。同月、副大統領、アルフレド・パラシオが大統領へと就任した。2006年11月26日に、アルバロ・ノボアとラファエル・コレアが大統領選挙に出馬し、コレアが1979年以来の 最高有効票を獲得して大統領に就任した。コレアは、ベネズエラのウーゴ・チャベス政権や、ボリビアのエボ・モラレス政権などの反米左派政権との関係を深め、新米右派を掲げるコロンビアのアルバロ・ウリベ政権に対する干渉的な政策をとっている。ありがとうございます。